ということで、こちら、靴でございますね。なんとこちらで、30年間暮らしている方がいるということで訪ねていきたいと思います。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。相手もいいよ。30年も暮らしてるっていうか、年いくつですか？靴臭い。靴臭い。それ、糸ちゃんとか、糸ちゃんですよね。あ、糸ちゃん。靴の中にまた靴ありますけど。どうしました？どうしました？ここで暮らしている方たちですよね。はい。確か。そう。どうですか？あったかいですか？ちょっと中の方に入ってみてください。結構広いですか？中。ちょっと中行っていい？ちょっと中見せてもらっていいですか？ちょっと紹介してください。すいません。この外観はまあそんな大きくないんですけど、中意外と深かったりするんですね。すいません、失礼いたします。あ、結構広いですか？伊藤さんなら紹介してください。奥行きはどんくらいあるんですか？あ、結構広いんですね。そうですよ。寝るときはいつもどうやって寝てるんですか？こうやって寝てるやっぱ靴の中でやっぱ靴を脱ぐんですね。靴の中ではやっぱ靴を脱いで、あ、お部屋だから、靴の中で靴を脱ぐ、なんか面白い感じですね。寝るときは向こうを頭にして寝てると、いうことでよろしいでしょうか。で、大体いつもこうやって遊んでるんですか？靴の上とかで。靴の上で遊んでるんですね。靴脱いで。はぁ、どんな遊び方あるんですか？新幹線とかみたいな感じで遊んでるんですか？新幹線みたいな感じで遊んでるんですか？そうですね。すごいですね。あ、落ちたら負けゲームとかやってるんですね。楽しそう。これはやっぱ住みたくなる物件ではありますね。月々いくら払ってるんですか、ここ？ここはね、お店屋さんです。月々いくら払ってるんですか？ゲーム。月々100円でいけるんですか、ここ？はい。ちょっとカエルパパもちょっとここ、あと一人いけます？うん。いけます？うん。カエルパパもここでちょっと済まさせてもらっていいですか？はい、いいです。ありがとうございます。ということで、カエルパパも、今期、2020年からは、この靴の外にやっぱ靴を置くんですね。靴の中でちょっと住んでいこうかなと思ってますので、皆さん、ハウステンポ好きな際にはね、お立ち寄りください。よろしくお願いします。これキッチンとかはどこにあるんですか？キッチンとかあ、一応その辺でやってるんですね。もうええわ、ありがとうございます。あれ、 2DK 2部屋になったんですね。 2DK 今回 2DK 2つになったんですね。先ほどのところから行き来できるやないですか。行き来、今はお出かけしようかね。あ、ね、お出かけしようけ。あ、そうなんや。どっちとも行けるの出したんですね。そうです。 2DK まさかカエルパパ用にこっち借りてくれたんですか？あ、うん。ありがとうございます。すいません、気遣ってもらってすいません。ありがとうございます。あ、ちょっとありがたい。それでちょっと悠々と新居に移動したんですね。ありがとうございます。じゃあ、まあカエルパパもな、ここでちょっと一休みしましょう。ありがとうございます。ちょっと狭なりましたね。2SDK 2K ですね、これ。ちょっと、いや、だいぶこれいくらで借りてるんですか、これは？これ1円。あ、やっぱ安いですね。これはさすがにカエルパパちょっと無理っすわ。うん、これカエルパパの分はないっすわ。さ、前の方が良かったですね。あっちの方が良かったよ。パパの方はこっちだよ。あ、そうなんですか。今こちら住まれてるんですかね。住んでる。そうそう、2つが今住まれてるんですか、ここ？住まれてる、住んでる方。こっちです。さすがっすね、おもろ。パパの方はあっちに行きました。じゃあ、まあ大きくなったら言ってくださいね。はい、はい。